はい、皆さんこんにちは、島ですけです、今日のテーマはですね、司法書士が独立して失敗してしまう理由についてお伝えをしていきたいと思います。それではどうぞ。ということで、まあ、司法書士がこう開業しやすい、独立しやすいっていう資格なのは間違いなく事実です。まあ、僕自身もこう最初司法書士を選ぶときに、まあ、独立できる事業はどれだろうなっていう観点で選びました。まあ、実際蓋を開けてみると、行政書士さんでも社労士さんでも成功している方は多いので、結論から言うとどの事業でも別に良かったんですけど、割と司法書士の方は独立しやすい事業に入るかなというふうに分類されるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、比較的こう少ない資金力でも、まあ、司法書士事務所ってすぐ開業できるんですよね。だからこそ僕も24とかで開業できたんですけど、司法事務所をですね開設する時にどうしてもやっぱりこう失敗してしまうっていう方がいらっしゃるんですね。僕の周りも失敗する人がいました。で、そういう理由についてちょっとこれから独立する方とかに向けてちょっとお話をできればなというふうに思うんですけど、平均年収っていうのがあると思うんですけど、よくこう勤務司法書士の場合は大体350万から400万ぐらいが平均というふうに言われてます。で、やっぱりこう開業した方がその分リスクも大きいので自分の手取りは増えるよっていうふうに言われてるんですけど、で、開業してる司法書士のこう平均年収はっていうデータは特段残念ながらないんですよ。まあ、ただやっぱりこう600万ぐらいっていうふうに僕はよく言われてるって聞いてるので、まあ、そう考えると、まあ開業してる以上もちろんこう経営手腕とかにもよるんですけど、ばらつきは結構多いのかなと。で、例えば本当に1000万以上稼ぐ人もいますし、で、多ければ1億円稼いでる人もいるわけです。で、その一方でやっぱり開業して200万円未満ですという人も中にはいるっていうのが事実です。ぜひこれから開業するまでにやってほしいことっていうのがいくつかありまして、まずやっぱりこう自分が事務所を開業して経営をしていくっていう視点、この経営をするっていう視点をですね、ぜひ持っておいてほしいなと思うんです。よくあるのがやっぱり実務やって職人気質な人が多いんですよね。だからある程度自分で仕事を覚えた、じゃあ独立しようと、もうこの実務をやる能力と経営をしていくっていう能力も全く別物だと考えてもらっていいので、やっぱりこう自分が勤務司法書士として働く中で、じゃあ自分だったら独立した時にどういうスタイルであるのかとか、どういうビジョンであるのかとか、なんかなるべくこう具体的に自分のイメージをより鮮明にしてほしいなと思います。例えば自分が働いている事務所と同じようなスタイルでやっていきたいっていうのはもちろんそれは全然いいと思います。逆に、いや自分が勤めているところの会社はこういうところがいいところがある、でもこういうところも悪いところがある、だから僕としてはそれをミックスさせてこういう事務所にしていきたいっていうふうに考えるのも全然 OK で、もうこれは別にどっちが正解っていうのはないです。もう本当に価値観次第なので、自分が拡大路線で行くのか、それとももう社会貢献的にこじんまりとしてやっていくのか、もう本当にいろんな細く長くやるみたいな、もうこれは本当に自由に考えてもらっていいのかなと思います。で、僕は最初から拡大路線として組織作っていって大きくして社会に貢献して雇用を増やしていこうっていうふうに考えてたので、僕はどちらかというとこう拡大路線でやってました。なので、まあ、そうすると、まあ、開業のこうスタイルとか自分が独立する経営方針、まあ、もちろんやりながら変わっていったりはしていいと思うんですけど、ある程度最初はこういうふうにやっていこうっていうのを決めてもらえるといいんじゃないかなと思います。で、それに踏まえて事務所の立地だったりとか戦略っていうのが決まってくるので、まずは皆さんがどういうふうに事務所を作っていきたいか、これをぜひ考えてもらえるといいんじゃないかなと思います。で、それに向けて、まあ、できるだけ多くの人脈、ネットワークを作ってほしいなと思います。で、もちろんこう勤務司法書士時代ってやっぱ限られた人脈だったりするんですけど、これも僕も独立してから人脈の輪が広がっていったので、自分の最初友人だったりとか Facebook とかでもいいと思うんですよ、 SNS とかでも。で、まず自分の知ってる人にアプローチできるかどうか、挨拶行けるかどうか、この辺が大事になってくると思うので、やっぱり不動産会社さんとか税理士さん、金融機関さん、まあ、この辺とかは特に、司法書士の仕事に密着、まあ、関連してるので、まあ、その方たちの人脈を最初は増やしていこうというのを僕は意識してました。なのでそこは意識してもらえるといいのかなというふうに思います。で、そうするとやっぱネットワークが広がっていけば、まあ、仕事もらったりとか仕事紹介してくれたりとかで、逆に僕らも銀行をつないだりとかいうケースも出てくるんで、本当にそういうところから最初は知り合いからやっていけばいいんじゃないかなというふうに思います。絶対に外せないのが次のポイント3番目なんですけど、ブログとか SEO に関する、いわゆるインターネットに関する知識、ウェブマーケティングの知識を必ず身につけてください。ここはもう不可欠です。これからやっぱり作っていくようになっても、事務所の例えば、じゃあ例えば6月に開業しますと、そうするとそれに向けてやっぱウェブサイトを準備していかないといけないです。もちろんもうサイトが
ない事務所なんていうのはありえないです。もうこれからの時代は必須です。特に今から独立するっていうことはかなり後発組になるので、今の時代って例えば僕が病院に探してるとして、やっぱ絶対最初に見るのってこうスマートフォンなんですよね。でスマホで病院福岡とか、渋谷眼科とか検索するじゃないですか。だからそういうところからやっていったりするので、まず自分の中でウェブマーケティングを勉強していく。でどうやったらお客さんがインターネットから来てくれるのかな、ここは最低限の知識を身につけておいてほしいです。 SEO をやっていくのか、リスティングやるのか、無料でブログをやって集客していくのかとか、その辺の戦略っていうのはやっぱ考えていった方がいいかなと思うんですけど、まあ、一つやっぱり情報発信につながっていくんですよね。でこの情報発信していける資料っていうのが今本当に貴重になってます。逆に今あんまり発信する人やっぱりいないので、それだけでも強みになっていったりするんですよね。こうやって僕も YouTube やってたりとか、まあ、指令が SNS やってたりとかするわけなので、ぜひその辺もやってもらえるといいかなと思います。で事務所のホームページお金かけれないよっていう人は別に Facebook とかでもいいんですよ。Facebook とかって0円で事務所の公式アカウントとか作れるじゃないですか。本当にそういうのでやってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ここまでいろいろと開業に向けてやっていくことをお話をしたんですけど、じゃあ開業して独立して失敗してしまう理由って何なのかっていうと、もう本当に一つに尽きるんですけど、集客できないことです。完全にどんなに実務能力があってもお客さんが来てくれない、依頼がされない、そうすると自分の仕事は何も増えないので自分の経営はうまくいかなくなります。なので絶対に独立して意識していかないといけないのは集客です。本当にどうやってお客さんに来てもらうか、どうやって自分に相談をしてもらえるか、ここを必ず意識しないと廃業してしまいます。なので多くの人はやっぱりどうしても自分は能力がある、実務バリバリ覚えた、だから独立する、でもそうじゃなくて集客できるから独立するっていうのが正しいんですよね。地方商品の廃業率って特段こうなんかデータがあるわけじゃないので、やっぱり特段どのくらい廃業してるかっていうのは正確な数字は正直わかりません。ただ地方書士白書っていうのがあって、年収ベースがまあ公表されてるんですけど、年収200万円未満の人っていうのがやっぱり男性で 26% とか女性で 40% くらいいるわけですよ。そうすると200万しかもらってなかったらやっぱり経営きついんだろうなっていうのは、やっぱりそこからの情報として読み取れるじゃないですか。やっぱりこう経営が安定するかどうかっていうのはその人の腕次第っていうのがあるので、結構その辺が大事かなというふうに思います。で結局集客できない、そうすると、まあ、例えばじゃあ事務所の経営資金をどうするかっていうところなんですけど、もちろん最初は手出し、自分で貯めた貯金を出して開業資金にしますっていう人もいれば、銀行から借りてる人もいます。ってことはでも依頼がなかったらお金入ってこないので、多分だんだん自費になっていくんですよね。そうするとやっぱり資金が足りません、ショートしましたってなると開業せざるを得ないので、やっぱりそういう状況は避けたいなと。で資金不足をどうやって補うかってところなんですけど、まあ、さっき言ったように資金調達するっていう方法が一つです。であと売上を上げる、まあ、この辺の2つなんですけど、まあ、それに向けてやっぱりこう自分の、財務状況、毎月の収支はどうなんだとかっていうのはちゃんと経営者として判断できるようにならないといけないので、まあ、BS が読めるとか、そして PL が読める、でキャッシュフローがちゃんと資金繰りが分かる、この辺はぜひ独立するときに最低限抑えておいた方が皆さんがより成功しやすくなるんじゃないかなと思います。僕はどっちかというと独立してから BSPL とか学びました。なので全然最初意味が分かんなかったんです。読めなかったんですね BSPL が。なのでうわこれどういう意味なんだろうなっていうので、最初作ってしまった決算書とかってほんとボロボロで、やっぱそういうの出してしまうと金融機関の評価も下がるんですよね。だからなるべく皆さんが失敗しないように BS とか PL は意識しながら作り込んでいって、資金調達もできるようにした方がより長く経営の安定につながっていくかなと思います。その他に言うと、まあ、外的要因ですよね。例えば、法律が変わってしまったとか、まあ、極論言うと地方書士が、債務整理しちゃダメだよみたいな法律ができたら、まあ、もちろん僕らは債務整理一気にダーッとなくなったりするんで、結構廃業に近づいたりする可能性もあったりします。なので、まあ、もちろんいきなりそういうことはないと思うんですけどね。なので外的な、例えば去年で言うとコロナとかありましたけど、ああいう要因とかもいろいろ経営しながら出てくると思うので、その辺をどうやってリスクヘッジしていくかっていうのは考えておかないといけないです。そして最後、マーケティングの勉強不足っていうのがこのやっぱり廃業に独立失敗した理由かなというふうに思うんですよね。でやっぱり話聞いてると、どういう営業してたんですかとか、どういう集客やってたんですかっていうと、まあ、基本紹介しかやってないとか、やっぱりそうなってくるとどうしても
なかなか営業活動もしてないんだろうなっていうのは伝わってくるし、どうしてもちょっとこの人集客多分うまくいかなかったんだろうなっていうのが伝わってきてしまうと、やっぱりどうしてもなかなか経営は難しかったんだろうなっていうふうに思っちゃいます。なので、まとめると、司法書士が独立して失敗する理由は、集客と資金不足で、この辺に集約をされますと。で、そうならないようにどうやっていくかというと、まず一つ目は事業計画を作りましょう。自分はどういう事務所にしていきたいのか、どういうブランディングをしていきたいのか、それに向けてじゃあ月何件売り上げを上げないといけないのか、この辺を逆算して考えていけば、じゃあ例えばじゃあ登記やっていきたい、どの地域だったら登記まだ取れるかな、だいたい客単価がじゃあ10万ぐらいとして、毎月じゃあ10件ぐらい取れれば自分の事務所成り立つかな、いや20件じゃないとダメだなとか、その辺をこう考えていくっていうのが事業計画を作るところになります。2つ目、さっき言ったように、BSPL キャッシュフロー、この辺を読めるようになってください。ぜひ自分の毎日の収支はいくらなのか、この販管費無駄じゃないのかとか、その辺を考えていってほしいなと思います。そして3つ目、ぜひですね、失敗を恐れないで行動してほしいなと思います。やっぱりこういう話をするとどうしても失敗するって思っちゃう人もいるんですよね。じゃなくて、一旦自分が選択した方は成功できるように導いていかないといけないんですよね。自分が決めた判断はどうやったらじゃあうまくいくか、うまくいかなかったらどうしようじゃなくて、どうやったらうまくいくかをすごく考えていくっていうところにフォーカスしていくと、ちっちゃい失敗いいんですよ。別に僕も何回も失敗してるんで、もうとにかく失敗を繰り返す。で、そして失敗して、あ、どうがダメだったのかな、今度ここをやってみよう、もうこれの繰り返しで PDCA 回していくって感じなので、ある程度ちっちゃい失敗を積み重ねていくと、多分、あ、僕もそうなんですけど、さっき言ったように BS 読めなかった、だから銀行調達失敗したんだ、ちゃんと勉強しようみたいなので繰り返していくといいと思うので。そしてこれぜひですね、最後にここは意識してほしいんですけど、ある程度投資をしてほしいんです。例えば事業の集客のために何をやるのか、ウェブサイトに投資をするのか、営業マンを採用するのか、それともリスティング広告かけるのかとか、多分広告費か人件費しかないんです、事業事務所の場合は。ここにいかに投下できるかっていうのが皆さんの経営手腕にかかってます。で、どうしてもやっぱり広告のところとか人件費ってなかなか投資しづらい、怖いっていう人がいるんですけど、やっぱりそうなってしまうと、より成長が見込めなくても自分の限られた範囲でしか事務所経営ができなくなってしまうので、ぜひここは投資しようっていうちょっと勇気を持ってもらえると、例えば10万円投資してそれを20万円にする、この金額大きくなっていくだけなんですよね。100万円投資して1000万円稼ぐみたいなのをやっていければいいと思うので、ぜひ投資っていう発想を事業の皆さん持ってもらえると、より成功につながるようになります。ということで今日のまとめです。例えば司法書士が独立して失敗する理由としては、集客と資金繰りだよっていう話をしてきました。で、そうならないためにぜひ集客とか、資金繰りとか、ウェブマーケティングの勉強をしてください。で、もしわからないのは僕がお伝えすることもできると思うので、もちろんこうちっちゃい失敗を繰り返しながら皆さんの次のステップに生かしてもらえればいいかなと思うので、ぜひ今日は、これから独立する方がですね、なるべく失敗しないように、アドバイスとなればいいかなと思います。ということで、このチャンネルではですね、お金に関する相談と悩みいつでも受け付けておりますので、ぜひぜひコメントお待ちしております。また YouTube チャンネル、皆さん登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。